いや思い出がいっぱいありすぎて、銀座のごめんなさい、おでん屋とか焼き鳥屋とか六本木の鯛めし屋とかバーとかカラオケ屋とかなんか食事とかする場合が多かったんで、あんな全身写ってる家ってないじゃないですか。かっこいいですよね、本当にかっこいい。まあ、愚か者、何回もね、先生これどんな気持ちで書かれたんですかって話を聞くんですけど、なんか照れくさいのか常に、ああ、あれか、あれは新橋の酔っ払いの歌だっつって終わっちゃうんですけどねまあでも歌い続けなさいと、歌い続ければいろいろ分かってくることがあるだろうという話をいつもされてました。今日いろいろの方がね、伊集院さんとの思い出話をたくさんされてましたけど、もう僕ももう伊集院さんとの思い出尽きないんでね、まあ本当に、まあこれからもね、伊集院さんの一言一言をかみしめながら頑張っていきたいなと思います。近藤さんにとって伊集院さんはどんな方でしたか？ある時は兄貴でもあり、ある時は父親でもありました。